ジャン一世は、フランスカペー朝の、第十三代国王、ナバラ王を兼ねた。第十二代国王ルイ十世と二度目の王妃クレマンス、ドーオングリーの子。父の死後に生まれたため、レポストジムと呼ばれる。1316年6月5日に、父王ルイ十世が崩御した時、ルイ十世には、王女、ジャンヌしかいなかった。しかし、 二度目の王妃クレマンスが解任中であり、ルイ十世の弟フィリップが摂生となり、出産を待つこととなった。11月15日、男子ジャンが生まれ、ジャンは出生と同時に後を継いで国王に即位したが、生後一週間も経たずに放御した。このため、王帝フィリップが、フィリップ五世として王位を継ぐこととなった。ジャン一世の葬式。中世ヨーロッパの乳幼児死亡率は高く、 ジャンの死因の可能性は多いが、毒殺の噂が、ジャンの放魚の直後に広まった。というのも、ジャンの放魚で利益を得る者は多く、ジャンの父ルイ10世がジュドポームの後に急死という、疑わしい状況だったことから、噂が広まった。現代でも、ジャンの死因は知られていない。当時は、フランス王の一人とは扱われなかったが、後世の歴史家や、 年代記作家が後に即位した同盟の王をジャン二世と数えたことから現代ではフランス王であることが認められている。ありがとうございます。